はいどうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回はタイムスリップ第2弾予想をやっていきたいと思います。<laughs> はい、ということでえ、前回ですね、タイムスリップ第1弾の時に人工知能 AI にですね、予想的中数で敗北するという、まあ事態が起きまして、もうですね、ちょっと予想の方は、もう予想かと。あ。 ダジャレですあ持ってたんですけれども、まあ、ちょっとね、あのー、ミキサーが来なさすぎるので、えーまあ、このタイミングで動画化しようかなと思います。で、まあ、今回ですね、前回までの、えー、登場予想に合わせて、まあ、コメントにね、えー、いただいていた予想なんかもいくつかちょこちょこ入れたりとか、まあ、あとは第一弾が登場したことで、登場確率がね、まあ、同じポジションの選手は必然的にちょっと下がるかなということで、まあ、一応出ないこともね、ないんですけど、まあ、やっぱり他の選手と比べれば、まあ、可能性が下がったと言えるかなとは思うので、まあ、その辺もね、触れていきたいなと思います。 で、まあ、結構第1弾ね振り返ってもらえたら分かると思うんですけど査定変更年度が変わってポジションメイン適性も変わってみたいなのが結構多かったのでまあその辺もねちょっと注目ポイントに今後なってくるのかなとは思っていますまあいろんな目線からね第2弾予想を見ていただければ嬉しいですということで早速本編どうぞ さあ、ということで、まずはオリックスからです。オリックスは、大地さん、金子千尋選手ですね、が登場になりました。まあ、ここはもう早速、オリックスいきなり目玉ね、一人出てきたなという感じなんですけれども、まあ、先発ピッチャーはね、正直、あの、2枠、3枠、まあ、3枠はないか、2人出てくるっていうのは全然あるので、まあ、まだ何とも言えないかなと、ここで誰かの確率が下がったとかっていうのは、あんまり言い難いかなと思いながらも、まあ、やっぱまずね、注目ポイントは、中村典弘選手が今年オリックスで出るのかどうかっていうのは、結構注目ポイントに ななるのかなと思いま,すまあ去年中日でね、えー、出ましたけれども、まあ、果たして今年はどうなるでしょうかといったところです去年だと2段は、えー、平井さんかなが出てましたね続いてホークスです最ホークスは大地ちゃん登場選手武田翔太選手でしたまあここはね、えー、今年の登場候補選手ということで予想を上げていたんですがちら、えー、でもう早速新規として登場になりましたとでまあここもね先発ピッチャーなんで、まあ、タイプ的には右ピッチャーという点では、まあ、斉藤和美さんとか被るっちゃかぶるんですがまあダブルでの登場っていうのも全然 あり得るかなとといったところですでも、まあ、やっぱりね今年のホークス1個目玉はこのギータとまた斎藤和美さんがねその投手コーチに今年からなられたので、まあ、初のタイムスリップが出るのかどうかであとは国母さんもね、えーまあ、前回の予想の時とかにも言ってるかもしれませんが、まあ、今年は順番的に言えばホークスの年かなということなので、まあ、そこも1個目玉になる可能性があるかなと思っています。 で去年のタイムステップ第2弾では長谷川選手が登場になってますね続いて西武です最西武はですね第1弾では浅村選手が登場になりましたただこの浅村選手がねこの査定変更でメイン適正ファーストで出たんですよねまあこれがね一個ちょっと肝になるのかなと思っていてもともとねあの殿崎選手を新規の中には入れてたんですけどまあ、今年ね復活というか復調の兆しが見えているのでまあ外そうかなということで前回は外してたんですがただまあわざわざファースト ファストにね浅村選手を持っていったっていうことはセカンドで誰かしらが出る伏線なのかなというのもまあ考えられるかなということで一応今回、殿崎選手は入っています。まあ、同じセカンドでいうとね去年までだと辻さんもねえ候補にはなるんですがま今年からもう監督をね退任されたのでタイムスリップではなく OB 対象になってるんで。 まあここも1個注目ポイントですね続いて楽天ですさあ楽天はえ第1弾則本選手が出ましたということでまあここも1個ね目玉が出たなという感じなんですけれども、まあ、同じね先発でうと田中将大選手が。 まあ今年タイムスリップで出るかもしれないセレクションではね過去出てるんですが、まあ、出るかもといったところなんですけど、まあ、一応右ピッチャー先発というところではタイプが被りますねでまあ則本選手も初登場だったのでまあもしかしたら今年はマークないのかもしれないまああとどっかしらでほぼ確定で出るだろうなと思ってるのは松井和夫さんですかね、まあ、順番的にね、まあ、ここは可能性高いんじゃないかなと思っています続いてロッテレッサイロッテはですねここまでの登場選手が第一弾でサブロー選手が登場になっています で去年このタイミングはねデスパイネ選手が登場になっていたんですけれどもまあ、流れ的にはサブロー選手が出たのでまあ、外野連続っていうのは結構確率が低いのかなとは思っていますとなるとやっぱまあ野手で言うなら内な野手まあ、ピッチャーっていうところが可能性はね、えー、高いのかなといった感じですまあ、でもコメント欄見たら結構福浦さんが欲しいっていう声は多かったですね続いて日本ハムデッサイ日本ハムは第1弾中島卓也選手が出ましたということでま1、あ、個ね予想の中に金子誠さんを入れてたんですけどまあ、同じショー というところではまあ、ちょっと可能性が下がったかなと思っています。でまあ、やっぱり目玉は新庄さんですね。今年こそどうなのかというところですが、ま1、あ、段でねあるんじゃないかなと思ってたんですけど、そこでもなかったので。 まあでも偶数弾はあんまり考えづらいかな。出るとしても奇数弾な気がしています。去年のこのタイミングは小屋野さんが出てましたね。続いてヤクルトです。ヤクルトは大ちゃん高津さんが登場になりました。で、去年の第二弾では松岡さんがね、出たという感じだったんですけれども、まあこれで抑えの投手はほぼないかなと。あまり候補もね、実はいないんですけど、まあ抑えはもうほぼなさそうと。となると、まあやっぱ野手か投手だとしても先発。 が、えー、濃まあなんか2段はものすごく畠山さんが出そうな匂いは個人的にはしている続いてベイスターズです、はい、ベイスターズは大地さん國選手がね えー登場になりましたけれどもまあこれは結構びっくりだったかな正直あんまり予想してなかったしかもまあ年度的にもそこかみたいな感じだったのでまあ結構裏をかかれたなという感じではありましたけれども、えー、第2弾去年は西さんがね、えー、出ましたよというところだったんですが今年はどうだろうなまあ中継ぎはちょっと可能性下がったかな先発か野手かっていうような感じじゃないかなと思います続いて阪神です阪神は今岡さんですね が大ちゃんでで登場になりましたで今岡さんもね査定変更でメイン適正サードじゃなくてセカンドで出ましたよということだったのでまあ阪神のセカンド今年ね候補が非常に多くて、まあ、岡田さん、えー、監督の岡田さんとあと和田さんですねも、えー、新規候補っていうところだったんですがまあそこをあえて。 ね、今岡さんをセカンドに持ってきたんでまあちょっとなくなったのかな可能性が低くなったのかなとは思ってますただとはいえ、まあ、ポジション被りっていうのはもうゼロではないので過去の事例見ても、まあ、極めて少ないっていうだけで、まあ、なくはないので、まあ、100%出ないというわけではないんですがちょっと可能性が下がったのかなとは思ってますで逆に誰かしらサードでもしかしたら出てくるのかもしれないですね でまあ、一応候補的にはこの3選手を挙げさせてもらってますまあやっぱ新城さんがどっちで出るのか個人的には本当に阪神版を待ち望んでるんですがどうなるかといったところですね続いて巨人です巨人も、えー、原さんですねが大チャンで登場になったんですけどここもサードじゃなくてレフトで出てきたんですよねまあこれは結構びっくりでしたということでまあそうなるとサードで誰か出したいイコールで言うとやっぱ村田周一さんなのかなまあこれもねでも能力的に結構強そうなんでまあ偶数弾よりは奇数弾なの のかな13535のどっちかとかかなと思ってるんですけどまああるんじゃないかなと思っています逆にガイアはレフトを特にね、まあ、ちょっと可能性が低くなったかなという感じです続いて広島ですさ広島は、えー、大地さん野村選手ですね が登場になりました。まあ、ここは先発なので、まあ、絞り込むのは難しいかなというところでありますけれども、まあ、去年の2弾では、島選手ですね、が登場になっています。まあ、でもやっぱコメント欄でも、田中康介選手の待望の声は非常に多かったかな。もし登場となれば、まあ、その年のね、田中きく丸組めるっていう人も多いかもしれないですね。で、ラストが中日です。はい、中日は大ちゃん、立浪さんですね、が登場になりまして、ここもメイン的製、サードからセカンドになったんですよね。 ということで、まあ、誰かしらサードで出したいのか、まあ、ただただ査定変更かっていう可能性ももちろんあるんですけれども、まあ、サードはね、実は中日も結構候補がいて、まあ、新規らないですけど、森野さんとか、あとは中村典弘さんももちろんね、去年出ちゃったんですけど、まあ、チャンで出るっていうのもなくはない。 まあ誰かしらサードの選手が出る可能性が高いのかなとはちょっと見えるかなという感じですかねまあでもやっぱコメント欄朝尾さんが一番人気あったかな朝尾さん欲しいっていう声は非常に多かったですちなみに去年2段ではチェン選手が出てましたね はい。ということで、以上がですね、12球団、それぞれの第1弾排出の振り返りと、まあ、今後の予想といったところだったんですけど、最後にですね、第2弾の12選手予想を出して終わりたいと思います。こんな感じです。はい,いやー、まあ正直ね、あのー、まあ1弾が一番難しくて、その次に難しいのは2弾。まあ、やっぱり、あのー、傾向がね、なかなか出てないので、難しいかなと思いながらも、なんかね、予想するのがすごい難しいんですが、今年、その1弾の流れを見ると、査定変更、年度変更パターン、 パターンは結構出てきそうな気がする新規の選手が、ね、どうしてもタイムスリップって幅が狭いので、まあ、その分こう査定変更で味変していこうみたいな意図は1段で見えたんで、まあ、あまり今想像できてないところの査定変更年度変更みたいなのもえ結構あるんじゃないかなと思いますぜひ、まあ、ですねちょっとあのコメント欄の方でこの選手の年度査定バージョンありそうとか、まあ、今回僕が名前全然挙げてない選手はまだまだ候補いるので、まあ、そういったコメントもねいただけますと。 ちょっと今後、ね、あの年度変更ありそうな選手とか、まあ、動画まとめ作ってみようかなとも思ってるのでぜひ、まあね、お助けをいただけると嬉しいいなと思います、まあ、2段の予想に戻りますとどうかな、まあ、2段って、ね、そもそもあの確定がありまして60連で自チーム確定のシステムに基本的に毎年なってるので、まあ、その分、ね、ちょっとまあ、ラインナップ的には栄能力を持ってる選手とかめちゃくちゃ強いみたいな選手は、まあ、少し減るんですよね。 奇数団に比べるとなんで奇数弾偶数弾みたいな言い方をしてるんですけどまあ去年の目玉で言うなら、まあ、ステータス的にはチェン選手とか山口哲也選手とかまあリアタイ的には西口さんかなが一応いたっていう感じなんでまあリアタイリーグともに一人ずつぐらいはまあ目玉が入ってくるかなっていう感じではあるところですかねということでまあ僕はこんな感じで予想してますがぜひ皆さんのね、えー、予想もコメント欄にて書いてい,ていただければと思います はいといととうことで以上今回はタイムスリップ第2弾予想やっていったんですけどもいかがだったでしょうか、まあ、登場日的にはですね一応候補は次のガチャ更新のタイミング、まあ、そこメンテナンスがあるので、まあ、可能性ありというところなんですが、まあ、前回第1弾もねそのメンテナンスなしパターンからねメンテナンスがあった日を超えて出てきたので、まあ、そのパターンもあるかなとは思ってますなんでまあ次の更新か次の次の更新ぐらいが、まあ、タイムスリップかなという感じですかねはいということでぜひタイムスリップ第2弾楽しみになった予想を楽しみ だという方は高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました